前回までのネルケの伝説の錬金術師たち、新たなライチを発表。さあ始めましょう。精一杯お手伝いします。ありがとうございます。これ以上言われても嫌な気がする。じゃあ次一緒に調査に行くとき教えますね。やった、ありがとうございます。ちょろいスール。それでなんですけど、今度私と一緒に採取に行きませんか。もしよければアドバイスしますよ。いいんですか。はい、お世話になるお礼です。ありがとうございます。ソフィーが調査に同行してくるようになりました。はい、それじゃあ月行くときは誘ってくださいね。説明しよう。ゲームタイトル50音縛りとは、プレステ4、プレステ3、スイッチのゲームの最初の文字を50音にやっていき、合計44本のゲームをやっていこうという壮大な縛り内容である。タイトルの最初のカッコの中の50音が現在やっているゲームタイトルである。よし、とりあえず2人は行ったんで、急で何かやらなあかん。コメントがわからんよな、相変わらず。中和剤緑か、いるの。覚えとこう。覚えてるか不安やけど。よし、オッケー。で、発信速度を上げていく。うん。陽光の、ソリンか。オッケー。ここまでくれれば、大丈夫やと思う。よし、これでオッケー。よく狩りに来てたんで、森には一人で。最初一回採取するまではそのままにしといて。よいしょ。もう一回したら走ろう、完全に。疲れやした。よし、ナイス、バトルスタート。向こうがさっきやね、しょうがない。走るしかできんから、今全部最後まで突破したいからさ。よし、スラッシュじゃい。スローで、ザン。オッケー。耐えられるかしら。耐えられへんと思うよ、一匹はな。一匹はな。まあ大丈夫でしょう。何かが落ちた音で聞こえたか。はい、大丈夫でしょう。はぁ、クリティカル来た。ネットロビーを獲得しました。戦闘機構訓練初級が来たましたね。で、害獣駆除ベテラン。お手伝いしましょう。あ、ミスった。やってもだ。ほらー、ナイス。うん、ナイスである。ん、あー、いやー、どうしようかな。ちょっと掘るか。掘ろう。良質な素材が取れたわ。こういう時に勘も、でこういう勘も大事ね。オッケー、ワーニング、なんですって。なんだこいつは。気を引き締めて。お手伝いしましょう。なんだこいつは。コンパミジングさ。強。強すぎ。敵、うわぁ。あ、なるほど、わかった。戦い方わかりましたわ。
誰が一番やばい？あいつか。あ、大丈夫大丈夫。オッケー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 。素晴らしい。よかったよかった。フラムとかもそのまましてないんでね。次使おう。あ、これキラースキンか。力と素早さね。お助けいたします。よし。じゃあこれでフラムを。うわ、一発やった。弱あ、弱ってる。強敵破り、トロフィー獲得、ラバーツリー、野村選出を待つ。リサーチコンペ、なかなかの結果ね。なかなかの結果すぎた。固定のたまり、海の底に、いや、海の底ではない。だからこれが必要なんや。湖の底にたまった泥。太古の時代に生息していた生物や微生物の違いなどが蓄積したものであり、普通の砂や土ではない特殊な成分も多く含んでいる。湖やったんかな、昔ここは。ならば。で、なんて感じこれ。わからん。大昔に海だった場所で発見できる岩ですね。ここにやったよね。海にある細かな砂が固まってできたもの。中には化石が混じっているものも存在している。秘密の琥珀が取れた、取れる、取れちゃうよ。そして次は魔鳥の羽。大きな鳥の魔物の羽、道に落ちていくため簡単に入手できる。またこの羽が落ちていると弱い魔物が低下して使われなくなるため、鳥の魔物みたいにいるのは一定以上の強さを持つ魔物のみとなる。怖い怖い怖いよ。で、シンクの土と、で、火の力が宿った不思議な土。濃い赤色をしており、この土を使うと日当たりが悪い場所でも栽培することができる。ただし、地上の土に含まれている栄養がほとんど含まれていないため、肥料を与える必要がある。なるほど。ここは一緒ですね。奈良を行ける。さあ、立つ。あそこも立つ。ナイスである。どうよ、課題さんやで。いけたで。陽光のスリンオフ突破するって来たで。オッケー、来たよ。ようやく終わったね。ようやく終わりましたね。ね、んでやることね、またやっていきましょう。この辺りはどの施設の状態を。中和剤赤。いらっしゃい。何が欲しいですか？の方やね。お届けしておきますね。これをお願いします。この通りにお願いいたします。任したね。調合をお願いできますか？こちらの作業は止めてください。何を。で、これで、ね、もうマスター、とりあえずこんだけでいいっすね。んで商品の設定。なるほど。ここら辺作ってないからね。あれ作ってたよな。でもなんか分からんなってきた。なんでなくなってる。ちょっと待って、期限切れ。ああやってもうた。ごめんね、ごめんねって言いたいなるよね。あれ、どこ行ったパン。パンどこ行った？まあ、とりあえず何がご利用でしょうか。いるけど本当にいるなって思った時にやろう。うん。ではいかがいたしますか。届いた水晶。いや、磨いた水晶だ。間違えました。ヘペロじゃねえわ。これにしといて、でダブルドスからこの区画は施設管理で、うん、普通の雑貨屋ね。ならこれはこれですね。オッケーオッケー、大丈夫ですね。じゃあノイボーデンクじゃないな、いつも間違えんだよな。ちょっと待って、間違いすぎやろ。ここの国行きたかった。間違えた。扶養してもらって。
の状態を。がなくなっている。お願いできますか。すみません。こちらはなかった。考え直しましょう。それじゃあ、ヒーリングサルプね。作っといた方がいいかな。思っただけ。OK、これでいいでしょう。で、建築でここに新規配置で、アトリエ作れたりする？あ、作れるじゃんか。いいじゃん。奥まったところに作るのはちょっと良くないかなと思う。奥まったところに入れる食品店とかな。たまにあるやん。マニアというかオタクが行きそうな、そういう店。そういう風に作ってもいいかなと思ったけど、やっぱり。こうやな。ちょっとミスったかな。まあいいや、ちょっとここ、センスも問われるよね、このゲームで。誰にお願いしましょうか。ああ、今はいいかな。建てるものを考えなくては。よし、ならば、これで、確定しといて。問題ございませんか？あ、ちょっと待って。建てるものを考えなくては。で、ここにやるやつね、雇用費はかな、平均値は別にいいと思っているんで。どこに建てようかしら。ここにするわ。どっちみちここら辺ね、無理なんで。この場所にします。はい、どの建物を建てましょうか。といて教会無理やし。彼ねえんだわ。我が彼ねえんだわ。開き直んな。それなるよな。うん。あ、で、雇用費かな。あとは茂みでいいか。いわゆる。どこに建てましょう。この場所にしましょう。この場所、どれを建てましょう。で、あとさっきやってたやつ、どれだっけ。職人店のやつで、はい、これ置いて、OK。確定、キャンセルじゃないっす。これで OK ね。とりあえずは混んで。大丈夫。こちらの区画を見ていきましょう。施設の確認をいたしましょう。中央祭結構あるからね。予約の最終しよう。これで、ね、いける。調合依頼を調合ねしていきましょう。全部あるからね。銀行のタルト作っていかないとダメなんで。ちょっとこんだけね。やっていく感じになるね。あと素朴な焼き菓子とね、これがちょうどいいよ。で、あと一つ、このイバーレンクにこの区画を確認しましょう。建築をね、新規配置でここら辺のやつ、場所を選択しましょう。間違えた。そう。生産物で甘露の実しといて OK。どれを立てようかしら。新規配置、まあ、すると赤字になりそうな予感するんで、これもしてきます。
で、これで、お仕事開始。ふん。大至急ご確認いただきたいことが。何？何が来るんですか？この近くで危険なものを見かけました。放っておくと、住民に危害が及ぶかもしれません。早急に対応をお願いします。失敗で、罰金ではなく栽培するダウン。んー、じゃあ。ソフィーとフィリスにしときますか。オッケー。バトルスタート。やっつけちゃって。ふい。大丈夫よね。オリフラム。なんだそれは。おお、すげえ。爆発した。スライム爆発しろ。ほら、もうちょいなんよな。痛いな。預ける贈り物。弾けちゃうのか。お、引き切ったね。待ってね。はい。よし、オッケー。そう。こいつにやっといて、横投げのやつで終わらせたろって思った。好きよ。おら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 。よし、終わった。ナイスである。レベル上がる。ありがたい限りやね。ネルケ様には本当に感謝でさ。そうか、本当に感謝でさか。いい経験になったかな。よかったね。ソフィーの言うコールが逃げぞ。よし、次も頑張ろう。頑張って。これで一段落ね。対応に成功しました。トラブル回避。甘いものには目がないよ。なんだ一体なんだ。結果を見る。新たな素材を求めて。笑いすぎや。ほら、オッケー、よかった。よかった、よかった。オッケーですね。火やったら火のやつとかだけの方がいいかもしれんね。作るんね。調合の素材の、錬金の火のやつであったら火のやつだけを取り扱う、アトリエにしたり、そうした方が、いろいろと考えんでいいねって思っています。なお、七味が無駄口になりました。それは今ふと思った。む、なかなか偉そうな雰囲気の人。すみません。ジオラートの鳥。お、ジオラートか。からか。七味って言います。七って呼んでもらって結構です。あ、はい、こんにちは。私、エネルギーと言います。偉いかどうかわからないですが、どうしたんですか？商売の匂いを感じてやってきたんです。これはお店開いたりしてもいいですか？それはこちらも大歓迎ですよ。よろしくお願いします。ナナちゃん、ここで会うなんて気分だね。あ、ビオさん。まさかビオさんもお店の経営を作業こされているとは一緒のおかげです。そんな大げさな。でもナナちゃんもいるなら楽しくなりそう。よろしくね。調査があまり進んでないよね。新しい素材を見つけるためにも調査を進めたいところだけど、進めてるわ。進めてますわ。進めてますわ。進めてますわ。ネルケさん、お邪魔します。フランツバイトの木について聞きに来ました。フィリスさん、ソフィーさん、何でしょう。何でしょう。初めてお会いした時に伝承についてはあらかたお話ししてしまったのですが、ですね、賢者の遺物には他にどんなものがあるのか知りたくて。賢者の遺物の種類が分かれば何か分かることがあるかもしれないじゃないですか。同じ人が残したものなら何か規則性があるかもしれないですからね。なるほど、そういうことでしたか。そうですね、発見されているもので一番多いのはレシピでしょうか。レシピね、やっぱね。レシピ、それって錬金術の。いえ、料理のレシピです。料理かい。料理？ええ、料理です。
実は料理こそが賢者の異名として一番有名でして。なるほど、料理をお腹いっぱい食べたら幸せになれるから。そうやね。それもありますが、賢者の残したレシピの多くが今まで食べられないと思われていたものを材料にしているのです。なんやって。そのレシピによって多くの場所で食糧難が解消され、加えて特産品も生まれたんです。それは人々を豊かにし、今も生活を助けているんですよ。ふむふむ、なるほど、やっぱりご飯の力は偉大なんですね。偉大なんですね。そうだね。料理のレシピの他には何か。そうですね、疫病を防いだなどの伝説もありはしますが、実は賢者の功績を示すものはほとんど残っていないんです。え、そうなんですか。はい、賢者の行いのほとんどは死後自らの日記によって明かされたもので、どうも賢者は人から感謝されるのが苦手だったようですね。ツンデレな賢者やったんや。ですからさまざまなレシピも後世になってから賢者が広めたものだと解き明かされたんですよ。へえ、そういう人もいるんですね。私ならどんどん褒めてって言っちゃうけど。デレデレしてるんちゃうかね。そうだね。でもそんな人なら木も隠してるのかも。どこか隠せそうな場所を探した方がいいかもしれないね。場所？それって木そのものを探すよりも難しいのでは？いいえ、隠し部屋を探す道具を応用すればできるかもしれません。え？隠し部屋を探す用道具？そうだね、多分そんなにも難しくないはず。そんなことができるんですか？お二人とも本当にすごいです。いえいえ、そんなことないですよ。じゃあレシピはまとめておくので、後で調合してみましょうね。マジかよ、めっちゃいいや。大規模な調合ね、これなんてないんだね。グラビー氏が、グラビー氏どこにあるのかわからんのよ。それにクロース、オッケー、大丈夫やね今のところ。あとピュアオイルか、どっちみちないやろな。どっちみちないやろな。それが、ね、元素土20個か。うーん、あ、ニードにいいやから無理やね今のところね。うん、じゃあちょっと課題の方はね全部終わったんで、これ木は 98% かね、これ全部終わったんで、とりあえずは訪問だけ行きましょうかね。今から結構残ってるんで、はい、残ってるんでね。そうや、その前に街の声確認しようか。期限切れ、あ、やってもうた。いや、もういいやってなってきた。だんだんと、もういいや。これちょっと無理かな。ちょっとわからん。何これ。滑らかな航路、こんなあったんかよ。知らんかったわ。ごめん。ごめんって。とりあえずは、これから行こう。ほら、ここでこの材料を入れると。おー、すごい、できた。ありがとう、マリンさん。やっとできるようになったよ。早速、リディに教えてきます。マリンさんって、教えるの上手なんですね。私も横で聞いていましたが、とても分かりやすかったです。ありがとうございます。こう見えてアカデミーで教えてたこともあるんですよ。あとは妖精さんやエリーに作業をお願いすることが多かったからかな。なるほど、誰かにお仕事をお願いするには分かりやすく説明する必要がありますからね。え、それに錬金術師はレシピを書いてまとめるときも分かりやすく書く必要があると思うんです。どんなレシピでも誰が読んでも分かるように書かないと調合できなくなっちゃいますからね。おっと、そうだ、忘れないうちに今のも書いておかないと。マリーさん、
何を書いているんですか？さっきスーに教えた内容をメモしてるんです。調合する時の感覚って人によって違いますからね。感覚？マリーさん。お、やっぱり来たね。マリーさん、さっきのやり方リリーにも教えてあげて。私じゃうまく説明できなくって。だってスーちゃんここでぐるぐるっとこう感覚的すぎるんだもん。感覚すぎやろ。やっぱりね。さっき教えたことをまとめておいたから、これ読んで試してみて。うわー、ありがとうございます。すごくわかりやすいです。ね、こういうわけです。なるほど、よくわかりました。どうしたする、どうしたする。マリーの経験値が増加、ありがたいね。ここら辺全部 見ていくかなら。ソフィーさん、こちらでの生活はいかがですか？ちょっとごめん、ちょっと外からなんか音楽が流れる人、そして、まあ、カーテン閉めました。はい、毎日みんなから刺激をもらえて楽しいです。それにすごくいい場所ですよね。今までいろんな場所を旅してきましたけど、この場所は大きくはなくてもすごく活気があると思うんです。ありがとうございます。ソフィーさんにそう言っていただけると光栄です。そういえばソフィーさんたちは旅をされてたんですよね。旅の目的は何だったんですか？そうですね、強いて言うならみんなと一緒に世界を回っていろんなことを知るのが目的かな。だから旅の目的地とかここまでにこれをしようっていう目標はなかったんです。おや、そうだったんですか。てっきり何か目標があるのかと思ってました。実は今までずっと目標だったことがあったんですけど、それはもう達成しちゃいました。何やて。だから今はみんなの役に立てるように頑張りながら新しい大きな目標を探したいんです。そういうのも楽しそうですね。ソフィーさんの錬金術はすごいですからね。大抵のものは作れるし、探すのは大変そうです。そんなことないですよ。まだまだ知らないことはたくさんあります。例えばこの地方にだっていろんな謎が眠っているじゃないですか。そういう不思議なことってきっと世界中にたくさんあると思うんです。だからそういうものを解決していけば、いつかまた研究テーマや目標を考えて、そうして経験していく中でいつか一生のテーマと言えるものを見つけたいんです。一生のテーマですか。なんだか壮大なお話ですね。まだそう考えているだけで何も見当はついていないんですけどね。とりあえず今は他の人たちとお話しして情報交換をしてみます。きっと私が知らないこともたくさんあると思うんです。皆さんいろいろな経験をされていますから、きっと面白い話が聞けますよ。はい、とっても楽しみです。うん、ソフィーの経験値が増加しました。やったやった。といったところで今回はこれで終わらせてもらおうかな。これもね、見ては見たいんやけれど、見てたらね、ちょっと距離がないんで、この先もね、ちょっと次ぐらいでうまくね、この課題終わりそうなんで、まあ、カネさんのね、歌ってなってますけど、これ 98% で見てるでしょ。おそらくね、次行くと終わると思うんで、次回ね、この先からやっていこうと思います。それではね、ご視聴の方ありがとうございました。アリュー、アリオス、グッバイ、失礼。
なみに何か旅の目的ってあるんですか？特に決めてないんです。ただ行きたい場所にふらーっと行ってるだけですね。そうなんですね。でも目的がないと途中で何をしようか悩みませんか？そんなことないですよ。どの場所でも新しい出会いがあって、その度にいろんなことを学べます。人形劇だったり遺跡調査だったり。